ていてくださいね、大神さん。過激団よ、いずれ決着をつけよう。おいおい大神さん、そんなことしてみろよ、暴動だぜ。やつらの思うつぼってやつだ。あくまでも我々は極秘裏にやつらを叩くんだ。お疲れ様でした。大神さんがいて助かりました。これからもよろしくお願いしますね、大神さん。奴らとの戦いは始まったばかりなのよ。あまり浮かれないでね。アイリスねえ、お兄ちゃんのこと気に入ったわ。アイリスの恋人にしてあげるから、浮気しちゃダメよ。なに片ふうひい顔してんのよ、ひょう言ったら。あら、近くで見るといい男じゃないの。わらくしの好みよ。さあ飲め、もうじゃんじゃん飲め。あ、おがみ、明日からまたもぎりの仕事が待ってるぞ。少尉さん、そんな大神さんの前に突然現れた天才中国娘李香蘭、そして謎の美女。次回桜大戦、敵の名はクロノスカイ、大正桜にロマンの嵐。どうするの大神さん。クロノス四天王。クレナイの弥勒、ただいまここに。青き刹那、ここに。悪印の羅刹。黒きサタン、我がクロノス四天王、天界様の命により、ここに見参。
天皇、ここに揃いました。ご用でございますか。たわけ、あのざまは何じゃ。はっ、帝国歌劇団なる謎の組織が邪魔立てをいたしまして。言い訳は無用じゃ。申し訳ありません、天海様。だが、あいつらは結構やります。黙れ、サカ。我らは常に無敵。帝都の固い結界を破る砲術を我編み出したり、これ六波星光魔人なり。この砲術を完成させ、帝都を完全に破壊いたす。その第一の標的は芝公園じゃ。わしも出よう。わしの戦いも見たいで。おう、サタン。はい。死に損ないの老いぼれめ。大帝国劇場ってここでおますよな。うちの蒸気バイクお釈迦になってもうた。うちの名前リッコーランと言います。帝劇花屋敷支部から本日付で銀座本部に転属になりました。今度こちらにご厄介になります。よろしゅう。おいで、あんたは。ほな、うちらの上官やね。ただいま花屋敷支部より銀座本部に転属してまいりました、リッコーランです。米田中将閣下へお取り次ぎください。親切やね、大神少尉は。大丈夫や、こんなこともあろうかと修理工具はいつでも持ってるさかい。ちょちょいのちょいで片付けときますわ。あ、うちのブロマイドや。
なんか恥ずかしいな。後部のパイロットやろ。男のくせに乗れるやなんて、あんた相当優秀やで、ほんま。ところで少尉班、もうクロノスカイの連中とは戦うたやろ。どんな感じやった？へえ、正直な少尉班やな。なかなかやるこっちゃないで、それ。ま、うちが来たからにはもう安心やで。大船に乗った気でいてや。ところでクロノスカイってな、なんでも徳川の残党で政府転覆が目的らしいで。ご苦労なこっちゃ。Oh.